前衛はたらいのエラーに小池守備コーチグローブを出したところに打球が来なかったようだ。DeNA は接種もあって連勝は2でストップし、借金1となった。先発石田健が初回に4連打などで3失点。打線は1点差まで迫ったが、6回1四満塁から北村拓の右翼線へのフライを右翼はたらいが落球。ギフト失策で2位ごと突き放された。小池外野守備コーチはグローブを出したところに打球が小空振りになってしまった。確かに風の影響もある。距離的にもうまく取って投げれれば捕殺の可能性のある場所だったので慌てる必要もなかった。まずは取ることが最優先。その準備ができればよかったんじゃないかと補給を優先すべきだったと振り返った。ならしゃあない。打球が来るところにグローブは出しなよ。なんだ運か。打球くん空気読みなよ。守備で運ゲーするな。グローブに打球を吸い寄せる能力の持ち主。でもあのエラー試合に全く影響しなかったよな。坂本が抑えたから。もう98メンバーとか寒いことやってないで外部からどんどんコーチ呼べよ。外野守備って地味にセンス出るよな。田村とかヒット性のあたりでもいつの間にか落下地点でファインプレーにすらならずに簡単に取っててすげえって思ってた。プロはグローブにボールを吸い寄せる。何回いじったらダメな人みたいになっててきつい。せっかく素材はいいのにハメカスに指名されたばかりに、まあ他もチュニドラとロッテだから大して変わんないけどな。ご視聴ありがとうございました。